はい、皆さんこんにちは。本日はね、高崎芸術劇場に来てますと。高崎芸術劇場に来たのはこちらになります。荒木かなみさんのオーボエリサイタルにやってまいりました。これがね、オートマプレゼント T ショットシリーズのねボリューム11ということで、これはね、オートマナードさんの企画で、勢いのある若手をピックアップして、で、FM の高崎放送に載せたり、あとね、そのライブ録音して CD や DVD も作り、それをね販売しようっていう、そういった、企画ですね。なのでね、気に入った演奏があればまた後でね DVD や CD として買えることができます。このね高崎芸術劇場で買えるので、チケット売り場で確か買えると思いますね。で、荒木かなみさんのオーボエリサイタルが今回あったということで、で、伴奏がね秋元康介さんということでね、この2人がね本当にすごい2人なんですよ。で、チケットはこんな感じになりますと。で、このね、二人がそもそも同期で、東京芸術大学の首席卒業なんですよね。すごいですね。ただ、東京芸術大学にいたというだけ、卒業したというだけですごいのに、お二人ともね、首席コンビなんですよね。で、同期なので、まだ同級生ですよね。要するに。もう、東京芸術大学のエリート同級生の二人がコンビで今回やりましたと。で、何よりね、このオーボエリサイタルっていうのが気になったので、まずオーボエって、そんなそんなに、なんだろうな、個別で聴くような楽器じゃないっていうイメージじゃないですか。オーボエっていうと、その穏やかな音色、あんまりね、この金属製の楽器のような、金属製の管楽器みたいなね、甲高い音でなく、もっとね、こう優しい感じだけど、音もね、低すぎずもなく、とにかく音量が大きいっていうイメージじゃないですか。で、コンサートとかのね、練習するときに、あのコンサート始まる前のね、オーケストラとかのコンサートの練習する前に、このものすごい音で一つだけ管楽器の音が聞こえるときは大概オーボエですよね。そこのイメージじゃないですかね。あの、コンサートが始まる前のなんかね、その管楽器の音が聞こえたら、あ、オーボエだなって感じの、そんな感じの楽器ですよね。だから、あんまりね、このオーボエだけでリサイタルってどうなんだろうなとは思ったんですが、これがね、めちゃくちゃすごいんですよね。いやー、とにかくまずね、先に言っちゃうと、天才です。まずこの荒木かなみさんが天才です。びっくりしました。こんな人いるんだってぐらい天才ですね。まああとね、この秋元康介さんも天才です。すごいです。うまいです。ピアノが。だから何よりね、やっぱオーボエでうまいっていう感覚がすごいですよね。なんだろうな。まずオーボエからその早弾きみたいな、そのギターの早弾きみたいな、ああいうのを吹いちゃうんですよ。ああいうのなんだろうな、ああいうのって早吹きとかっていうのかな、ものすごい速いその音の変わり方とか、そのでさらにね、この伸びやか、あの高い音から大声特有の伸びる音もね、本当に綺麗にしっかり音が出るっていう、やっぱ息でやってるわけだから、そこら辺のね息遣いによってまたニュアンスが変わりそうな気もするんですが、もう完璧なんですよね。で、一緒にね、伴奏してる秋元康介さんもね、この激しくも速く、そして繊細なタッチっていう、あの、ピアノとかでよく言うじゃないですか、その繊細なタッチっていう、改めて初めて見たって感じじゃないですかね。本当にソフトにこの鍵盤をね、撫でるようにやるんだけど、速いんですよね。やっぱ一流はすごいですよね。で、まずね、プログラムね、一番最初には大友さんが出てきて、そのね、今回の趣旨を説明し、二人が出てきて、で、プログラムね、モーツァルソナタ、ドビエンヌソナタやって、この間にね、プログラムじゃないんですが、秋元康介さんのショパンのノクターンを急遽追加で頼んで入れたということで、まあこれはね、ちょっとね、あの、やっぱ大声なので少し休憩時間を取りという感じですかね。荒木かなみさんの休憩時間も兼ねて、ちょっとね、秋元康介さんのショパンのノクターンですが、このショパンのノクターンに関してはね、もう譜面持ってきてないですもんね。さすがプロですね。もう全部もう音符入ってるんですね。で、それやって、その後ね、アール・シューマン三つはロマンスをやり、で、休憩挟み、クルターグ塔からウルスラへの手紙無伴奏、アール・シュトラウスギャッツの歌、ドニシニコワポエム、チャイコフスキーエフゲニー・オネーギンよりレンスキーのアリア、エーパスクーリー椿姫楽しい思い出ということでね、やってきましたね。で、大友さんもね、最初の挨拶で言っていたんですが、このね、あのベテランの指揮者であっても
このオーボエの曲となると知らない作曲家がいるとか知らない曲があるとかね、やはりこの専門の楽器のね曲になってくるとね、やはりその分野の人でしか知らないような曲とかになってくるらしいですね。要するになんだろう、普段では聴けない曲ですよね。だから正直その秋元康介さんがやったショパンのノクターン以外は全部知らないですでもね、知らないんだけど、そもそもね、オーボエの音色が穏やかで優しいのもあるし、あとね、この荒木かなみさんのね、演奏がすごいのがあって、全部聴けちゃうんですよね。なんか、正直クラシックの曲って、なんか聴いたことない曲、モーツァルトやベートーベンの代表曲とか、そういう以外ものって結構聴くと、なんかよくわかんないなとか、そんなね、心に入ってこないなって感じするときあるとは思うんですが、この荒木かなみさんのオーボエに関しては、もうそんなことはなく、知らない曲でも全然入ってきますね。むしろ前々から知ってたんじゃないかぐらいですね前々から知ってた曲なんじゃないかぐらいです。もうすんなり入ってきます。でね、面白いのはこの A パスクリの椿姫の楽しい思い出っていう曲ですよね。このね、椿姫の楽しい思い出っていうのはね、難しすぎて吹ける人はいなかったからということでね、作品が一時期忘れ去られていたっていうねなんかすごい作品があるんですよね。で、実際、椿姫っていうオペラの曲あるじゃないですか。あそこの、あれを元にしてるので、椿姫のね、代表的なこのメロディーがね、流れてはくるんですが、このオーボエのところはね、本当にものすごく難しい、難解な演奏になってましたね。で、この椿姫の楽しい思い出は、難しすぎて吹ける人がいなかったからということで、ね、一時期忘れ去られていたということでね、いやー、そんな曲もあるぐらいなので、まあね、曲としてはね、椿姫って入ってるので基本オペラの椿姫のフレーズが入ってるんですが、超絶技法を見てびっくり、聞いてびっくりするぐらいね、もうね、オーボエ奏者をいじめてるかのようなものすごい早弾きを求める曲ですね。俺は確かに吹ける人いねえなって感じの曲を弾いてしまいます。いや、これ聴くためにこの CD 出たら欲しいなぐらいのね、他の曲も確かにね、すごい演奏だったんだけど、特にこの椿姫の楽しい思い出はすごいし、いや、この曲他で聴けることないんじゃないかなぐらいなんで、まあぜひ興味のある方は、この T ショットシリーズ CD が出たら買ってみたらいいんではないでしょうか。 DVD の面白いかもしれないな、ものすごい演奏してましたもん。そんなわけでね、すごいいいリサイタルでした。というか勉強になりました。てか、オーボエの可能性ってすごいですねって感じですよね。で、この子がね、この荒木かなえさんね、東京芸術大学を首席で卒業し、まあその在学中になんとね、東京交響楽団の首席オーボエ奏者を務めるっていうね、もうね、その後もう国際的な賞をね、なんかいろいろ受賞したり、まあ、あとね、映画ドラマとかのね、劇伴レコーディングもやったり、まあ、とにかく外国のそのオーボエの巨匠ともね、コラボとかやったり、まあ、コラボするよね、この子すごいもんねって感じですね。すごい、本当にすごいんですよ。本当に演奏すごいんで、ちょっと茨城県出身だから、茨城県はね、荒木かなみさん押した方がいいよ。これやばいよ、この子。いや、オーボエ、だから、あれね、オーケストラやるんだったら、まあ、欲しがるよね。まずこの子の名前出てくるよね、多分。そんな人で。まあ、ピアニストね、秋元康介さんもすごかったですね。で、ざっと見てたらね、この人もね、東京芸術大学を首席卒業ということで、青いトリオってことで、なんかね、すごい国際的にね、すごい大活躍したらしいんですよね。だから、すごい人なんですよ。まあ、演奏もすごいんですよ。だからまあね、お互い演奏マジで本当にすごいんで、どっち聴いてもすごいんだけど、まあやっぱりね、オーボエがすごいっていうのがね、ちょっと耳にはびっくりって感じですよね。そんなわけで、まあ本当に、今回の T ショットシリーズ、荒木かなみさんのオーボエリサイタルは正直オーボエってことでね、あんま期待しなかったんですが、期待をはるかにはるかに超える演奏で大満足で勉強になりました。はい、というわけで本日はね、荒木かなみさんのオーボエリサイタルを見に来たということです。では皆さん、ご視聴ありがとうございました。ではまた。